こんにちは、まみです。今日はちょっとお料理をしてみたいなと思います。で、まずご紹介したいのが減塩の時に欠かせない旨味の部分を簡単に出すためのアイテムです。こちらです。中はもう昆布と鰹節と煮干しが入ってるんですけど、でそれがお水に浸かってる状態ですね。こうやってまあつけとけばいつでもだし使いたい時にすぐ使えるので便利ですね。でこれ今一旦加熱はしてない状態なので、調理する時に火入れればそのまま使えるのでとっても便利かなと思います。まあ、一晩ぐらいつけとけば十分なので、はい、今回ちょっとこのお出汁も使っていきたいなと思います。はい、そしたらさっき、お見せしたこちらのお出汁を使って汁物を作っていきたいなと思います。で、これまあ昆布、かつお、煮干しが入ってるので、まああとさらに相乗効果を狙って今回キノコスープにしようと思うんですけど、椎茸もあの旨味成分があってグアニル酸ですね。あ、ちなみに、昆布がグルタミン酸で、魚類はイノシン酸、あと他貝類は琥珀酸で、あとお酒、日本酒とかも琥珀酸っていう旨味があったりします。植物性のトマトとか白菜とかもグルタミン酸っていう旨味成分があったりもするので、そういうの旨味が出やすいような食材をあのスープの時とかは入れると一緒に取れていいかなと思います。今日はちょっと椎茸ですね、すごいいいお出汁出るので先に入れて加熱します。で、まあ、軸の部分も私は細かく切って入れたりしてます。で、この前加熱しながら今回ちょっときな粉なんで、えのきだけも一緒に入れようかなと思うんですけど、私袋のまま見てみた石づきの部分をカットしちゃって、そうすると広がらないというか袋の中でカバーされてるのですごい楽なんですよね。で、あとまあこれも半分に切ろうかな。これをこのままゴミ箱に漕いで、こんな感じで結構具沢山ですね。まあ、もうちょっと傘はちっちゃくなっていくと思うんですけど、いつもまあ具沢山にしてます。あと本当はいろいろ入れたりもするんですけど、今日ちょっと今回シンプルにこんだけかな。キノコスープ結構もう加熱だいぶできまして、傘も減りましたね。やっぱりで、まあ、このくらいでも結構一すくいにこんだけも乗るので具沢山な方かなとは思うんですけど、どうでしょうか。もっといろいろ入れてもいいかなと思います。豆腐でもいいですしね。で、あと味付けなんですけど、だし醤油でシンプルにいこうかなと思います。だし醤油大体大さじ1ぐらいですかね、1回入れてみます。結構だしの旨味がすごい出てて、これだけでも私は全然いけるかなと思うんですけど、十分ですね。肉巻きを作りたいと思います。豚こま肉を使わせてもらって、まあちょっと安く手に入るのでこちらで今日はやっていきたいと思います。で、あと巻く材料なんですけど、いろいろちょっと種類集めてみました。楽しく食べれるように、で、まあ、野菜もしっかり取れるようにいろんな種類のものを入れてます。で、まあ、ネギですね。ネギとシソで梅、練り梅ですねがあったので、それもちょっと調味料に使おうかなと思ってます。で、まあ、こちらの方は練り梅自体にも味がついてるし、しそも結構香りの強い野菜で、ネギもそのままでも美味しい野菜なので、これはまあソースなしで食べれたら一番いいかなと思います。
で、あとはオクラと長芋にしてみました。ちょっとこれもネバネバ食材で腸内環境にもいいかなと思って、で、あとは、トマトチーズですね。ちょっと洋風なものも入れてみたいと思います。ネギの肉巻きなんですけど、これどっかのレシピで見て、試してみたやつなんですけど、ネギの一番上側の皮はもう剥いてあって、それをさらに切り込み入れて剥いて、で芯の部分だけ出して、でその中に練り梅とシソ挟んで芯を戻す。でくるっと包みます。で、まあ、この状態でさらに肉を巻いていくっていう感じですね。肉巻きって結構手間かかるんですよね。でもまあこうやって肉少なくてもあのボリューム出ますし、って言っても1人分の1食分の肉量はあのこれで確保はしてるんですけど、ただまあ野菜もしっかりこれで食べてもらえるので、まあ、仕方ないかなと思います。では、肉巻きができたの準備ができたので焼いていきます。今回ごま油を少し引いて今加熱してます。こんな感じで一回ひっくり返しました。焦げ目をやっぱり中に入れておいて、今何も味はつけておりません。あと、まあ、ちょっとどうしても豚肉の臭みとかはあるので、お酒だけ手でつけようかなと思ってます。はい、完成です。メインが肉巻きと水で出して取ったスープ、きのこのスープ、一応とろろ昆布も入れてみました。で、あのネギが余ってたので彩りに入れました。で、結構具沢山になってます。はい、で、あとは、春キャベツが売ってたので、春キャベツのサラダですね。ちょっとドレッシングあえてかけてないです。で、あとはまあご飯は一応うち雑穀よく混ぜてます。あの麦ご飯だったり雑穀ご飯だったりにしています。これはあのもしかけ味が足りないならつけるタレ、醤油とあの黒胡椒ですね。肉巻き焼いた後のフライパンで加熱してあります。まあ、だいたいこれで1食分に必要な栄養っていうのが取れるかなと思います。主食はご飯茶碗1杯分ね。で、主菜は豚肉になってます。覚え方としては握り拳一つ分ぐらいないし、その手のひらのこの部分がだいたい1回の肉の量だよと言っています。で、野菜は1日で量に山盛り1杯分に 350g って言われてて、まあ、1食あたりだから 120g ぐらいになるんですかね。まあ、片手一杯ぐらい取れたらいいかなと思うので、まあ、今日はここにも入ってるし、こことここと結構盛りだくさんの量かなと思うので、これでお腹いっぱいにならんって言われたら相当食べてる人かなと思います。はい、では参考までに以上です。